アルゴスです。老後資金を確保するためには株式投資は欠かせません。その際に必要となる企業情報を見つめる会、今回は伊藤忠商事株式会社の市場価値を見ていきましょう。伊藤忠グループは人々の暮らしを支えるさまざまな商品やサービスを提供するため、原料等の川上から小売等の川下まで包括的に事業領域としています。繊維カンパニー、金属カンパニー、食料カンパニー、機械カンパニー、エネルギー化学品カンパニー、住生活カンパニー、情報金融カンパニー、第8カンパニーと、とても広い事業領域です。順番に見ていきましょう。繊維カンパニーではファッションアパレル部門、ブランドマーケティング部門の2部門で構成されており、伊藤忠商事の創業である繊維原料、テキスタイルからアパレル、ブランド、繊維資材まで繊維に関わるさまざまな領域で幅広く事業を展開しています。金属カンパニーは金属資源部門及び鉄鋼製品事業室を含む直轄組織で構成されています。金属資源部門は鉄鋼、電力等社会インフラの基礎産業を原料、燃料の面から支える部門であり、世界各地で鉄鉱石、石炭、ウラン、ベースメタル、レアメタルの鉱山開発とそのトレードを行っているほか、アルミを中心とした非鉄金属原料の開発事業及びトレードビジネス、金属原料製品の取引、リサイクルビジネス等を展開しています。また持続可能な社会の実現に向け、2021年4月より金属資源部門の直轄組織としてカーボンニュートラル推進室を新設し、製鉄、電力等の企業の資源会社を含む対面業界の取引先とも連携しながら、水素、アンモニアや CCUS を含む脱炭素化の実現に向けた取り組みにも注力しています。当カンパニー傘下の鉄鋼製品事業室では、鉄鋼製品ビジネスを手掛ける伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社とのシナジーの追求や、同社への各種サポートを行っています。これら金属カンパニーの活動は、資源、エネルギー、また金属原料、製品の安定供給を通じて、世界経済の持続可能な発展に貢献しています。食料カンパニーは、食料部門、生鮮食品部門、食料流通部門の3部門から構成され、顧客ニーズを起点に食料資源の開発から原料供給、製造加工、中間流通、リテールまでを有機的に結びつけた付加価値の高いバリューチェーンの構築を日本、中国、アジアを中心に世界規模で推進し、食の安全安心に対する管理機能の高度化を図りながら、世界の食料業界のリーディングカンパニーを目指しています。機械カンパニーはプラント、船舶、航空機部門、自動車、建機、産業部門の2部門で構成されています。水、環境関連、再生可能エネルギー、電力、供用、鉄道、石油化学等のインフラプロジェクト、船舶、航空機、自動車、建設機械、産業機械等の機械関連ビジネス、そして医療ビジネス分野に至る幅広い領域で事業を展開しております。エネルギー化学品カンパニーはエネルギー部門、化学品部門、電力環境ソリューション部門の3部門で構成されています。エネルギー部門は石油、石油製品、LPG、LNG、天然ガス、水素等エネルギー関連商品全般のトレード、関連プロジェクトの推進及び石油ガスプロジェクトの炭鉱、開発、生産業務の推進を行う部門です。化学品部門は有機化学品、無機化学品、合成樹脂、包装資材、生活関連雑貨、精密化学品、電子材料、医薬品等のトレード事業の展開に加え、環境配慮型素材の活用やリサイクルと未来に向けた環境関連ビジネスを推進している部門です。電力環境ソリューション部門は太陽光発電、バイオマス発電事業、電力トレード、蓄電池ビジネスと次世代電力ビジネスを推進している部門です。グローバルな事業展開を行う両部門でシナジーを発揮し、石油、ガス、電力、化学分野における最適なバリューチェーンを創出し、日本及び世界の人々の豊かな暮らしに貢献します。住生活カンパニーは生活資材、物流部門、建設、不動産部門の2部門から構成されています。北米建材、紙パルプ、天然ゴム、タイヤ、並びに 3PL、国際輸送等の物流事業を取り扱う生活資材、物流部門と木材、住宅資材を取り扱う建設建材事業、住宅、物流施設等の不動産開発事業、不動産運用、建物管理運営事業を取り扱う建設、不動産部門それぞれも持つ総合力とグローバルネットワーク、社会に新たな価値を提供し、豊かな住生活の実現を貢献します。情報金融カンパニーは情報通信部門と金融保険部門の2部門で構成されており、 ICT や BPO とのサービス分野を核としたビジネスシナジー創出を目指しております。近年注目されている情報と金融が融合したフィンテックビジネス等において、情報通信部門のビジネス開発機能と金融保険部門が持つ顧客網とノウハウを組み合わせることで、新たな市場の取り込みと拡大をリードしていきます。
第8カンパニーは生活消費分野に強みを持つ当社の様々なビジネス基盤を最大限活用しながら、異業種融合、カンパニー横断の取り組みを加速させ、市場や消費者ニーズに対応したマーケットインの発想による新たなビジネスの創出、客先開拓を行ってまいります。こうした幅広い事業レパートリーの方策こそが伊藤忠商事株式会社の社会貢献性の大きさを示しているのではないでしょうか。アルゴスは皆さんの個人投資活動を応援しています。それではまた明日ね。